1923年9月10日の日食は、1923年9月10日に観測された日食である。カラフト町のステゴコタン島、アメリカ、メキシコ、イギリス領ホンジュラス、ホンジュラスのトースワン諸島、コロンビアのトーセラニアバンクとバホネボで、回帰日食が観測され、北アメリカのほとんどと周辺の一部で、部分日食が観測された。 海域体が通過した海域日食が見えた地域は、カラフト町のステココ担当の南東端のごく小さい部分、アメリカ合衆国カリフォルニア州南西部、メキシコ、イギリス領ホンジュラス北部、ホンジュラス共和国のトースワン諸島、コロンビアのトーセラニアバンクとバホヌエボだった。海域食の最大は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンルイスオビスポ軍南西沖約100キロの、 太平洋にあった。また、海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、ソ連東部、北海道中東部、北アメリカのほとんど、南アメリカ北西部、ポリネシア北部だった。そのうちほとんどは、国際日付変更線の東にあり、現地時間9月10日に日食が見え、残りの部分では9月11日に見えた。アメリカのヤーキス天文問題は観測隊を、 カリフォルニア州チャンネル諸島のサンタカタリナ島に派遣した。アリゾナ大学の観測隊はカリフォルニア湾の東にあるメキシコのソノラ州リベルタド港でコロナを撮影。スプラウル天文台の観測隊はメキシコのドゥランゴ州東部のイエルバニスで観測した。ありがとうございます。